お元気ですか？ペルシアンです。今日の夕飯はですね、イカスミスパゲッティでございます。あのね、まあ、スーパーで買ってきたんですけどね、あのですね、あのイカスミスパゲッティ食べたいなと思ったんですけどね、実は お恥ずかしながらね、イカスミスパゲッティの作り方をね、私は知らないんですよ。なのでね、一から作るのもいいんだけど、一から作るとワインとか、まあ、イカの炭も必要なんだけど、なんだかのニンニクとか、そういうのいろいろあって、ちょっと仕事もやってたから、いろいろ頭が痛くなっちゃって、まあ仕方なくね、スーパーの方を使いました。けどね、まあ自分が食べたいんですからね、まあゆっくり食べてね、まあ明日に備えてね、頑張りたいなと思っております。で、お酒はですね、今日も航空杯でございます。で、あとはライブですが、昨日お話した通り、2月の13日の午後1時からね、ライブやりますのでね、もしね、前回ね、来れなかった方はね、もしね、お暇がありましたら、こちらね、私のライブの方に遊びに来てください。話が成立しない時もありますが、その辺ご了承ください。そしてね、皆様お仕事お疲れ様でした。私は明日は月曜日です。私はね、仕事を始めますが、お休みのなさってる方もいらっしゃると思いますので、怪我や、病気や、今のね、病原菌に負けないで、お仕事頑張ってください。以上でございます。大変短い動画ですが、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは失礼します。ペルシアンでした。どうもありがとうございました。